おはようございます。こんにちは。こんばんは。諸星すみれです。はい。皆様、大変ご心配をおかけいたしました。コロナの療養期間も無事に終了して、諸星すみれ、復活しましたー！イエーイ！皆さんも感染対策に気をつけて、健康にお過ごしください。私もね、今まで以上に気をつけて、お仕事だったり、こういう YouTube の動画で、楽しいものを皆さんにお届けできるように、これからさらに頑張っていきたいと思います。ということで、今この動画が上がってるわけなんですけど、ちょうどね、ネプリーグの放送が終了したタイミングということで、振り返り動画を撮っていきたいなと思います。まさかさ、自分がネプリーグに出る日が来るなんて思わなかったよね。お話をね、いただいた時に、まあ、ちっちゃい時から見てた番組だし、すごい面白いなって、視聴者側としてはね、すごく楽しんで見ていた番組だったんですけど、やっぱ自分が出るってなったらさ、絶対緊張するし、頭真っ白になるし、ちょっと嫌だなって思ってたんですけど、せっかくいただいた機会ですし、チャレンジしてみようかなと思いまして。そのお話いただいたのが収録日から1ヶ月ぐらい前のことだったので、その1ヶ月でお母さんと一般常識問題を猛勉強しまして、見てほしいんだけどさ、ほんと、テスト勉強並みにね、頑張ったの、こんな。5文字の単語とかをこう、お母さんがバーって書き出してくれて、あとほら、よくあるじゃん。ハイパーボンバーでさ、なんとかがつく漢字10個答えろとか。で、そういうのもあると思って、今回声優チームだから、声がつく単語とか、優がつく単語とか、一般レベルの問題とかもやっていってたんですけど、まあ、実際ね、現場について打ち合わせの時に、今日はアニメと漫画に関する問題しか出ませんっていう風に制作の方から言われて、と思って普段そんなアニメ見る方でもないし、漫画も詳しくないから、わ、終わったわ、と思って、行くまでの3分間ぐらいでスマホで、アニメの監督さんの名前とか、ジブリとかディズニーとかの作品名とかを検索して、最後の悪あがきをして収録に臨みましたが、そうまそうだけごめんなさい。そう。もうちょっと行けてたよね、絶対。あそこで私が間違えてなかったら、悔しいです。勉強してったことは、活かされなかったんだけど、一つだけ、ハイパーボンバーで、漫画のタイトルを見て、それが実写化されたか、実写化された時の主演の俳優さんの名前を答えようみたいな。で、そこにね、オタクに恋は難しいが出てきて、で、それは私、ファイブリーグ用に、オタクに恋は難しいのその5文字をね、勉強していっていて、それが実写化された時に高畑充希さんと山崎賢人さんが出演されてたっていう、その情報は事前に知っていて、それだけ良かったなって思いました。マジで、それ以外一個も出なかった。国の名前とか一個も出なかった。まあ、でも、勉強したことは無駄にはなりませんから。なので、今回はその知識をどれだけ活かせるか、クイズ大会をしていきたいと思います。ぜひ最後まで見てみてください。それでは、やってみよう！まずはですね、5リーグならぬ3リーグをやっていきたいと思います。今回は、ひろちゃんに出題してもらって、私と、あいちゃんと、まおちゃんの3人で答えていきたいと思います。大丈夫？まーちゃんは中学受験の勉強で、勉強しすぎて上辺ハゲができちゃって。中学受験の合格発表の日に自分の番号を見て、もう一生勉強しないって言ったのね。心に誓った。神に誓った。その誓いは破られてないってことだね。破られてないよ。なるほど。あいちゃんはちなみにお勉強の方はどうですか？あ、全然できません。でもさ、意外と、博識じゃない？なんか誰とでもコミュニケーション取れるっていうか、みんなの話にこう入っていけてる。あ、本当に？イメージ。でも全然勉強できません。みんな自分からハードルを下げてスタイルで。こういうアプリをダウンロードしたので、1文字ずつ書いて合ってるかどうか。あいちゃん、すーちゃん、ぽーちゃんね。楽しみだなぁ。リンコンチップ食べます。これ最近ハマってるコンビニのお菓子。もう本当は、のり塩が良かった。ピカチュウか、こう、ピカチュウ。指でね。指で。いや、意外と難しいのよ、ピカチュウって。できた。私もできた。いいよね。
できた、うんうん、じゃあスーチンから行くね、うん、じゃじゃん、あ、かわいい、かわいい、結構かわいい、かわいいけどでしょ、うん、なんか違うよね、ちょっとなんか逃げたな、ね、ハートとかつけちゃってね、うん、ごまかしてる、ひげって生えてたんだ、え、だってピカチュウってネズミでしょ、ネズミ、ちょ、ヒゲ生えてなくない、生えてないよね、嘘、生えてないよね、マジ、うん、続いて、じゃあ、アイちゃんこれ、あー、うまいかも、うまいかも、てかさ、なんでみんな顔まで描いてんの、ちゃんと私、ピカチュウの、ピカチュウがケチャップ好きなことも知ってるから、ピカチュウってケチャップ好きなの、知らなかった、うまいな、アイちゃん、そう、まおちゃんのじゃん。かわいい。なんかさ、ラインスタンプでありそう。もーちゃんのピカチュウが進化してる。誰が一番お上手かしら。え、でもやっぱパッと見愛ちゃんがさ、一番なんか、うん、特徴を捉えてるからさ、一番ピカチュウ感がある。一番ピカチュウ感があるよね。はい。では、クイズ始まる？まず、この漢字の読み方を答えろ。じゃじゃん、簡単なところ。嘘でしょ。わかるわかる。これ3文字なんだよね。3文字。ひらがな3文字で答えて。ひらがな3文字。全然わかんないんだけど。3、2、1、終了、はい、せーの、じゃじゃん。あ、そうなんだ。なんだと思う、あいちゃん。つくし。なんだと思ったの、逆に。全くわかんなかった。わかんなかった。あ、これはね、制限時間は10秒です。3、2、1、終了、せーの、正解、イエーイ、次々いきますよ、第3問、うん、余裕、せーの、ダダン、大正解です、いいと、これはね、うん、これはね、もう当て字だから、いきますよ、はい、でも10秒です、うん、あ、うん、分かる分かる分かる、もう当て字だよね、え、すごい簡単簡単、もう2、1、終了、せーの、ダン、あれ、待って待って、何だと思ったの、ドイツだと思ったんだけど、なんか分かんないけど、つかいちゃう、これは20秒、難しいです、難しいの、よーい、スタート、これ私たちが知ってるよ、え、知ってる知ってる知ってる、あと5秒です、え、待って待って待って、え、国国国国、え、もう分かんないわ、私も分かんない、いくよ、せーの、ドン、あ、閉じっこ、閉じっこになった、閉じっこになった、答えはトルコ、あー、なるほど、やっぱなんで耳がルなんだろう、ね、文学の問題、文学、四角に入る文字をカタカナで答えよう。あ、せーの、ドン、正解、イエーイ、ディズニーにもさ、うんうんうん、あるよね、うん、あるある、無双屋と書いたの誰だっけ、ディズニーランドにさ、スカンディナビアじゃなくてなんとか号、わかる、マーク・トウェイン号、ピンポーン次、樋口一葉の作品です、うん、ひらがな3文字で答えよう、はい、あ、はい、あ、はい、はい、はい、嘘でしょ、やばいよ、おばあちゃん、おばあちゃん頑張れ、おばあちゃん、ひぐり出せ、何だって、頑張れ、3、2、1、0、せーの、答えろ、さっき食らう、さっき食らっちゃったよ、さっき変わったじゃん、もうなった、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 一応ね、べ、あ、べ、そうそうそう、べだよ、べ、次も行くよ、知恵子賞の作者です、知恵子賞の作者、知恵子賞が分かんない、嘘でしょ、本当にあの、でも絶対ね、この人の名前は聞いたことある、小学校の教科書にも中学校の教科書にも出てくる、 OK、 漢字3文字で答えてください、え、高村、え、名字が高村だよ、漢字3文字ね、漢字3文字、3、2、1、終了
せーの、トン、高村男。惜しくないの、なんかあのニュアンスは。ニュアンスいね。では、スリーリーグ最終問題です。これはわかる。うん、映画監督です。はい、東京物語で有名です。はい、漢字3文字で答えてください。はい、それだけ教えてくれ。男、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 わかんない。せーの、ドン。おー、安野郎。安住安次郎。安次郎か。え、合ってんだよ、マジで。漢字も合ってた。あ、よかった。すごい。リーリーグ終了。いや、めっちゃ面白かった。面白かった。ちょっとだけ食らうだけ。最高だった。いや、でも最後ね、正解だったからね、まおちゃんが。ね、次はハイパーボンバー風3人だから、どっちからスタートにする？アイちゃんから。アイちゃんに始まり、アイちゃんに終わる。イエス、オッケー。じゃあ第1問、音を含む、うん、音でも音でも違う読み方でもいいから、うん、音っていう漢字がつく言葉を6個答えよう。はい、スタート。はい、音符。音声。発音。音楽。音波。何がある？擬音とか騒音とか録音とか、あ、音色とか。あ、音色。じゃあ案外難しいかもしれない、声を含む言葉。よーい、スタート。音声。声優。声楽。発声。声色。あ、やばい、全然出てこない。待って、一声、あれ、発声、言わなかった？言ったんだけど。声楽。言ったな。え、言ったか。しっかりで。あ、規制。あ、規制。規制あります。規制。残念でした。裏声とか。あー。ダミ声とか。ダミ声もあるの？声援。あー。言われればね。言われればね。全然出ないわ。じゃあ、これは5個しかないんだけど、愛ちゃんに始まって、すーちゃんに終わる。それか、まおちゃんが始まって、まおちゃん1個だけでもいいし、どっちがいい？まおちゃんかわいそうだからね。オッケー。なんかかわいそう。ふじ5個。え、待って。ふじ5個、5つ、全部答えよう。よーい、スタート。びわこ。はい、ということで、クイズ大会やってきましたが、お姉ちゃんがすごい嫌な顔してる。まおちゃんめっちゃ嫌がってるの、バカがバレるとか言ってるけど、ガチ面白いから。まおちゃん主体のクイズ大会とかもっとやりたい。やりたい。あとワードウルフやりたい。あ、ワードウルフやりたい。ワードウルフやりたい。いいね。ワードバスケットもやりたい。まおちゃんマジ面白いから、ワードバスケット。本当にやめてほしい。いつか上がるかもしれないので、ぜひお楽しみに。では、この動画がいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。私の血液型は何でしょうか？O 型。違う。AB 型？違う。A 型。